カップブルトンはフランスヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。かつてはニューファウンドランド島までタラを取りに船が向かった歴史ある漁港である。現在はマリーナのあるリゾート地である。コミューンに流れる小さな河川はかつてのアドゥール川の痕跡である。アドゥール川の河口がカップブルトンからそれバイオンヌとの間に運河が掘られてからコミューンは 急速に衰退した。ビスケー湾に面するカップブルトンは海底国となっており、深さが2100メートル以上、長さ150キロ。ピレネー山脈の山地との間をランド平野によって分けられている。フィヨルドの右側にあったアドゥール川の三角州は14世紀に湾となり、カップブルトンを大西洋中部の重要な漁港たらしめた。カップブルトンの名はおそらく語訳で、 1170年に現れたキャプチャーバートかキャバートの悪質である。16世紀の別の検証では、キャプブトン、またはキャバートンと記された。ブルトンの語源は明らかでないが、湿地、または低木の茂みを区切る、キャップバートと読まれていた。伝承に関わらず、カップブルトンの名は、ブルターニュとは何の関係もない。ガスコーニュ語では、 p が綴りに含まれていても発音されないため、カブルトンと発音する。フランス革命時代、共和制ローマの英雄にちなみ、カップイコールブリュトゥスと解明させられていた。小さなブール川砂丘地に広がる、ブドウ畑12世紀半ば、カップブルトンの名が、バイオンヌの公文書内に初めて登場する。この二つのコミューンの物語は、よかれあしかれ密接に結びついている。 ビスケーワンで行われる捕鯨のメッカとして、カップブルトン人と周辺の海側バスク都市は、勇敢な森内たちであった。これらの勇敢な船乗りたちは、新大陸の波打ち材でクジラを捕っていた。彼らは16世紀のニューファンドランド島の豊かな海域に現れた最初のヨーロッパ人であり、星だらの製法を得得していた。ニューファンドランド島のそばには、ケープブレトン島があるが、 カップブルトンとの関連はさほど指摘されていない。島内の定住地や村にはガスコンジンの船乗りの存在を示す地名が多く残る。15世紀から16世紀のカップブルトンは人口2000人から3000人ほどを抱え、遠洋漁業、タイスペイン、ポルトガル、オランダ相手の名高いバンドサーブル貿易、近隣の森林から生まれる製品で繁栄の絶頂にあった。このバンドサーブルは アドゥール川沿いの砂丘地帯で作られていた。カップブルトンは、かつての映画を忍ばせる痕跡をわずかに残している。フランススペイン間の戦争では、スペインの船乗りたちによって、街は、略奪にあった。持ち送りアーチを用いた木造の住宅が、数軒見られる。大西洋岸に面する古いブーレ地区は、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の通る場所である。19世紀に再建された。 サンニコラ協会は15世紀ゴシック様式のドアや多色ピエタ像を保存している。1578年にアドゥール側の新たな加工を作る事業が行われた後、明らかにカップブルトンは衰退し始め貿易をバイオンヌが独占するようになった。新たな加工は長く入り口が非常に危険であった。過去に比べてその繁栄は中程度になったとはいえ、20世紀、 前半までカップブルトンには岩資料を行う漁船団があった。フランス第二帝政時代にも食い打ち防波堤、港の拡張と保全が行われ、皇后、ウジェニーの名にちなんだ結核患者用療養所が作られた。海水浴やレジャー船舶の流行がカップブルトンに真の再生をもたらした。港の入り口の防波堤が再開発され、危険性が薄れた。池が掘られ、 桟橋が設置されたため、アルカションとサンジャンドリューズの間に船隻の船をつなぐ最大級のマリーナの設置が可能となった。現在はランド県南部有数のリゾート地、サーフィンの中心である。第二次世界大戦中、ドイツ軍が大西洋の壁のため築いたブンカーガカップブルトンの海岸に10カ所残っている。カップブルトンには天然砂の海水浴場が8カ所ある。 ありがとうございます。